さてついにやってまいりました、このフェモラトゥス細くわがたの一番大きいオス33ミリのいるところ割り出してまいります。これね、もしかしたら寝太とかと同じで多頭飼育した方がでかくなるんじゃないかなと、そういうふうに思ったんですが、なんか共食いしてても嫌だなぁとも思うわけです。今はね、昨日数えたところでやっぱり22頭でした。ということで割り出してみたいと思います。で、割り出してこの中でちょっと多頭飼育しようかなと思います。これね、1400の瓦で作ってたやつなんですが、もう瓦はねないです。で、この中に入れて1400でしょ、今までね 250cc のところで育てて、まあ、ティビアリスとかだったら36とか7ミリジャック、この子みたいにフェモラと33ミリぐらいのが出てたということは、まあ6頭入れてギリって感じかな、うん、でちょっとやってみたいと思います。まあね、これ6つに比べたらこれに6頭って言ったらね、少なくていいですよ。オスにもちょっと避けといてもらいましょう。いや、いいね、いや、ええわ、かっこいいですね、うん、やっぱりこっちね、乾燥してきてるとちょっとこの赤みも減って、まあちょっと赤っぽいんですよ。でもやっぱり黒い感じの焦げ茶な感じです。やっぱね、結構気性荒いですよ。ほら、すぐに怒るの、こうやってすぐに怒って挟もうとしてきます。これトン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 、うっ、大きい空洞があって、そっから2頭落ちてきました。まず1頭目いましたね。1頭目、2頭目、進んでいこう。うわ、ザッポーン、これはすごいですね。1、2の3頭、4頭目、これ3例ですね。これ3例ですね、4頭目。もうでっかい。で、お尻見た感じだと、オスかな ?5 頭目、6頭目、7頭目。なんかね、こんな感じで部屋作ってますね。ほら、こんな感じで部屋。ここもボコボコっとね。8頭目、9頭目。で、10頭目、11頭目、あ、ちっちゃい、12頭目いました。12頭目、ちょっと待ってね、周りにまだいるかな、いないね。はい、12頭目です。12頭目、はい、13頭目、14頭目、小さいですね。私の親指が16ミリの幅なので、この爪の幅が16ミリなので、だいぶこんなサイズ感です。さ、卵がね1ミリ弱ってことを考えると、だいぶやっぱ成長してますね。すごいよなぁ、大きい。13頭目かな、だか動画で書いておきましょう。13頭、14頭、15頭。お、卵43頭で、最後に44頭目卵。はい、ということでパッと見たところ、この小さいところにはいないね、うん、いないね。はい、パッと見たところ、このクリアスライダーの中に44頭かなり産んでくれました。で、この割り出したやつをそのままクリアスライダーに戻して第3セットを仕込んでおこうと思います。はい、それではフェモラトゥス細くわがたの割り出し分けました。7頭、7頭、10頭で、5頭、5頭で、こちらの小さい方に分けて10頭入れてあって、合計44匹です。
ではでは。